ようこそ。ゲストの皆さんもこんにちは、おたけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よし、ということで今回ジムシミュレーターっていうこのゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。なんか海外のただただジムに居座るゲームみたいですバカゲー集がすごいねほらバカゲー見るとワクワクすっぞ。じゃあやっていきましょう。はい、これどうすんの。これが入り口か。なるほどね。出れない、やばい。早速閉じ込められてる俺壁すげえな、ボロボロだな。じゃあ早速入りましょうか。なんで扉閉まってんのこれから入室すんのになんで閉まってんの。お邪魔します。何をシミュレートすんだ。あ、でもすごい、結構いっぱい機材あるね。でもなんかあのムキムキのポスターがちょっと腹立つけどやだわ。ちょっとなんか美女のポスターとかにしてくんないかな。そっちの方が頑張れそう。はい、もう頑張ってるね。いいぞ、頑張れ。すごい、こっちにも頑張ってる人いる。お、お姉さんだ。はい、え、なに、いいで話せるって。え、なにこれなんかいい消えたんだけど、ちょっと待って。そう、これね、あの直進しかできないっていうこのゲーム後ろになんか下がれないんだよね。こうやって回るしかないのあ、お、なるほどね。ハロービューティー、いきなり口説いてないこいつそれで会話終わりジムに何しに来てんだ。ちょっと待って。おお、早い、走れるんだ、めっちゃ早い超早いんだけど、やば大迷惑。ジムでこんな全力疾走するやつ大迷惑。あ、なるほど、 C ボタンで自分見える すごいね、脱獄したての人かなヒゲボーボーで坊主なんだけど、マジか。俺今ねプリズンブレイクアマゾンプライムでね見ててね、はい、もう今ねシーズン4です早いね。何の話してんだ俺、ジムで何の話してんだ。待ってよ、せっかく来たんだからジムで鍛えないほかないでしょね。ちょっとこれで鍛えるか。はい、E ボタンで、あ、ちょっと待って、 E ボタン消えたんですごいシュールな状況になってないこれサンドバッグなんか顔面で押してんだけど直進しかできないんでね、ちょっと U ターンしますちゃんと後ろにも進めるようになってくんないかな。はい、ちょっと待って、また消えた、また消えた。なんでこれ時間で消えちゃうの。ちょっと待って、よし、いきますよ、せーの、はいなんだ今のジャブなんで右向いたんだよやっぱ面白いわこのジャブ。ちょっと待って、なんかサンドバッグ2ジャブぐらいしたらハマったんだけどこれもうできないの。あー、よしよしよし、オッケーオッケー、まだ俺のジャブはこれからだ、いくぞダメだこれ、何度見ても面白い。お、ちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるよ、いいよいいよ、からのなんでいちいち右向くんだろうね。そのクロールするときの息継ぎみたいなやつやめろ。で、ちょっとこの人にも挨拶するか。はい。はい。え、それと俺かいわ。コミュ障か、お前は。大丈夫か？この人は？ハロービューティー。お前、どんだけ人口説くんだよ。これ、口説きじゃないのかな？ハロービューティーって。この人は話せないんだ。なるほどね。走ってるからか。ちょ、俺も走るわ、隣で。お、走った、走った。横向きで走るってやばくない？すげえ、この人。なんかいろいろと地球上の法則を無視してる気がする、この状況。普通はこっちに走るじゃん。だけどこの人こっちでも走れるんだよね。すごすぎる。やばいな。むしろこの人の後ろで走ろうぜ。あーっちゃね。危ない危ない危ない。はまるはまる。バクるからね、こういうバカゲーは。どっかわけわかんない時空に飛んだりするから。帰りたい。助けて。ここから脱獄したい。この主人公はどっかからか脱獄してきたけど、ここからも脱獄したがってます。完全に音楽が止まった。あ、乗れるね何これてか初めて顔見た気がするわ。はい、これはなんだよその声、なんか室内で撮った感がすごい音声だったな今何これ、やだわ。なんか、はい、皆さんどうもこんにちは。いや似てるよね
違う違う違う、俺の声真似じゃなくてこのポスターね、似てるよね、あの方に。え、待って、なんかいじってたらかがんだんだけど。おおおおこの人ジムじゃなくて博物館行った方がいい気がする。アウストラロピテクスだよね多分。え、これ何何、おお、腕立てなにこれ、ちょっと顔の比率と肩幅おかしすぎるここに来てやばいぞいや、なんかこのゲームやった甲斐があったわホラーじゃねえかもうこんなん怖い怖い怖い、透けてる、ええ怖い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 、透けてるよ、歯が透けてる、ホラーじゃねえかもうこれ。よし、待て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 、このお姉さんと一緒に筋トレしよう。隣行っていくぞ。よし、みんなこのね、ハロービューティーってひたすら女性に声かけたアウストラロピテクスえ、これおかしいよね絶対、ズームしてるからこう見えるみたいな感じ。いや違うでしょ、巨人だもんね完全にやめろその声。おお、結構近づけるね。なるほど、こうやって鍛えてんのね。オッケー、いいぞ、いい調子、よしオッケー、どんどん鍛えて、時々お姉さんを見て、よしよしよし、その調子その調子その調子で頑張って鍛えたら動物園に入園させてあげようてかめっちゃシュールじゃないこの感じすげえ顔してんなこれズームできます、この人は AI ですね多分。はい、ということで皆さん、今回ジムで鍛え抜くゲームいかがだったでしょうか。よければ高評価押してってくれると嬉しいです。はい、こういうバカゲなのかこれこういうシミュレーションゲームとかバカゲとかホラーゲーいろいろやってるんで、よければチャンネル登録お願いします。うん、俺なんでこのゲーム買ったんだろう。